はい、えー、それでは11月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます計画表を作成して毎日、えー、実行できていますでしょうか、えー、1週間ほど前にもお伝えしたと思うんですけれども独学だとなかなか計画を作成して実行これできない方が多いんですね。 のの勉強っていいうのは別に義務じゃないんですよ仕事とかだともう半分義務みたいな感じですよね仕事行かないと生活できなくなっちゃうので、まあ、ほぼ義務に近いかなと思うんですけれども竹の勉強って、まあ、別に勉強しなかったとしても、まあ、生きていくことは可能なんですよねなのでなかなか続けるのっていうのは難しいんですよ実際仕事や家事育児で忙しいために結果的に勉強できない、まあ、こういった方がもうほとんどなんですね ただこれだとですねもう合格はやっぱできないんですよもし勉強はやりたいけど忙しいことを理由に勉強ができていないというのであれば是非ですね個別指導をご検討いただければと思います個別指導では私が計画を作成したり修正などして計画管理を行っています 計画管理っていうのは1週間に一度勉強ができているかどうかの確認を行ってえもし勉強ができていないというのであればじゃどうすれば勉強を続けるようになるのかえここまでアドバイスさせていただいております、まあ、お客さんとやり取りしながら勉強を続けるようにするにはどうやったらいいのかっていうのを、まあ、一緒に考えていくっていう感じですねなんで是非勉強を続けることができないという方はえ個別指導をご検討いただければと思います 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは問い1、代理ですね。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。 この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる。丸るかツかという問題です。で、答えはツですね。問題文の中に、A に代理権を与える旨を生じした事実はない。また、A は B に対して、何らの代理権も有していなかったと書いてありますね。つまり、これ簡単に言うと、A は無権代理人だということなんですよ。 無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがってえ罰です。この有効に成立しているこの部分が誤りだということですね。でこの辺りはもうきっちりですねこれ問題文を理解するということが重要なのでちゃんと A は誰なのか B は誰なのか C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、えー、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと A は B の代理人なので A が代理人で B が本人ですね。 で、C が相手方というような関係性になります。途中なんですけれども、ぜひ、グッドボタン、よろしくお願いいたします。グッドボタン、たくさんあると、励みになりますんで、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。では、問い2ですえ。不正手段により、え免許を受けた者は、300万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役、またはこの陛下に処せられる、マルか罰かという問題です。 答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは、 300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下この陛下っていうのはどっちも受けるってことですねこのどっちも処せられますしたがって答えは丸ですでちなみにもし宅建業者法人だった場合っていうのは1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね合わせて覚えておきましょうで問三3です市街閣域内の高地面積3000平米を購入する契約を締結した者がその契約締結の1ヶ月後に 高地と一段の土地である市街区域内のお土、これ4000平米です。これを購入することとしている場合においては、高地の事後届では、お土の契約締結後に、お土の事後届でと合わせて行うことができる。丸か罰かという問題です。答えはツですね。市街区域内の高地、まあ、3000平米の高地を取得して、その1ヶ月後に一段の土地となるお土を取得すると。 ま、こういった場合なんですよね。で、本問は、高知を購入した時点で、事後届出での面積要件、2000平米以上、これ足していますよね。これ以上です。従って、この、高知を取得した日から2週間以内に、こう事後届出でをしなければなりません。で、今回問題文では、この高知の事後届出でっていうのを、お土の契約締結後に、 お土の事後届けと合わせて行うことができるってなっているので誤りなんですね。高知の事後届けでは、高知を契約してから2週間以内に届け出をしなければいけないっていうのが正しいです。これも基本的なルール使えば答え導けると思いますので、絶対得点できるようにしておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。